こんにちは、ハックルベリー・フィンです。今回は日本の名作梶井元次郎のレモンの書き出しをご紹介します。得体の知れない不吉な塊が私の心を始終押さえつけていた。焦燥と言おうか、嫌悪と言おうか、酒を飲んだ後に宿水があるように、酒を毎日飲んでいると宿水に相当した時期がやってくる。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した敗戦カタルや神経衰弱がいけないのではない。物語に引き込まれますね。名作の魅力を共有したい方はぜひいいねやコメントをお願いします。それでは次の名作でお会いしましょう。